すごいな。ちなみに私は画面が すごいな。誰も死んでないのに誰も死んでないのに議論が広がる。よし。あ、砂溜さん、透明人間バグがあるのか。なんか。大丈夫かな。変更システムで追加やるか。おお、黒白ピンクオレンジ。平和です。平和っすね。平和です。平和ですね。平和ですね。素晴らしい。1個質問してもいいですか？はい。私、はい、配電盤2番目について一番初めマシャカリさんだったんですけども、永遠に1個だけ直さなかったのって何でだった？いや、僕ずっと押してたんですけど、あのカチャ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 、なんかあのてか2個直ってなくて、ずっと行ったり来たりしてたんですけど、なんか後から来たらサントスさんですか？いや、私2番手で、私カチャカチャなるかなと思って押さなかったんですよ。パッて開いて、あと1個だから、あ、マシャカリさんに押してもらおうと思って閉じてまた見たのに、マシャカリさん永遠に直…あ、3番手の人が来たのか。ちょっと待って、自分押してないんで確かにマシャカリさん。ちょっと待って、なんで入れ、なんでボートになってるこれは。ちょっと待って、スキップか。スキップか。うん。なんでそんなに押したくさいの。ねえ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 。ねえねえ、なんか合わせないでいいじゃないですか、マシャカリさん。そうそうそう。10メートルだな。ずっと入れるからやってたのに。え、そう。え、みんなスキップ押して、マシャカリさん話してあげようみたいな。ちょっと待って。話したら。サントさん、俺2個あって、俺が来た時。まあでもまあまあ一応言っとくと、まあサントスさんが嘘ついてる可能性とか。あ、そう。あ、ちなみに、あ、ちなみに私視点だと開いた時左から2番目だけ押されてない状態で、もう一回閉じたら、うん、治ってないなみたいな状態っていう風に見えました。うん、ずっと2、まあ、OK よ。いい情報だとは思いますよ、別に。ラグとかもあるし。うん、まあまあ、別に、スカップで。あの、私から提供して、私提供しますけど、別にそんなに怪しくて言ってるわけじゃないんで、はい。一応聞いた、一応聞きたくて聞いたみたいな。あの、僕からは左から2番目と3番目がずっと動かなくて、カチャカチャやってました。誰だと思って、はい。そんだけです。2人しか押してないよね。自分確認してたんですけど、遠目から。遠目っていうか、行き来してたから、エレクトリカでも。多分3番手の人がそう見えるのはそうですね。うん、すごいな。ちなみに私は画面がすごいな。誰も死んでないのに誰も死んでないのに議論が広がる。ちなみに私 あとね、はい、いい、ごめん、あのね、藤宮さんに後で聞きたいことがあるんですけど、はい、ちょっと押すんでいいですか。押すんですか。押さなくてよくないですか。押したい、押したい。あ、そんなレベルな。これならそんなレベルだったら先言えい。いや、ちょっと面白そうだったから。面白そう。押すんだ。おー、いい。あ、なんでわしに一票入っと。入れとお前は入っとわしさんに入れいぜべなんでやねん。なんかできる、助かるか。無理だな。いや、観察し一発でやればできる。あい、無理。リアクター対策しよう。何ですか、夏目さん。ちょっと藤宮さん、はい、なんすか。自分は藤宮さん黒だと思うんですよ。なんですか。停電が起きたタイミングで、うん、藤宮さん停電が起きた時にどこにいました。停電が起きたタイミングは、エレクトリカルからローアエンジンに向かってる時ですね。通路らへんですね。あー、じゃあないですね。自分カメラで確認してる人仁さんかな、多分いたと思うんですけど、自分がリアクターとセキュリティの通路でロアエンジン寄りにいたんですよ。はい、よしね。で、そのタイミングで停電が起きて、ちょっと本当に2秒3秒ぐらい、あ、3秒ぐらいかな、3秒ぐらい経った時に上の方に藤宮さんが行ってたんで、そうですね、エレクトリカルで停電起きたのであれば藤宮さん最短で直せるから。いや、僕、通路にいたはずなんで、だからそれで上に
行くっていう行動が、うんうん、浮いてる人を、うんうん、確認して、左側少ないから浮いてる人を確認して殺そうっていう藤宮さんのムーブに見える。あれ、いや僕は単純にマシャカリさんがその停電する直前か、まあ停電した直後ぐらい、いやどうだったかな、ちょっとタイミングは定かじゃないんですけど、まあ、マシャカリさんとすれ違ってたので、あ、もう一人だけ行けば十分だろうって思って上行きました。マシャカリさんすれ違った？ロアエンジンのところだよね。そうですね、見た見た、で多分、あ、俺行くからもう行ったんかなと思って、うん、なんで誰も死んでないのに、まあ、2人以上行ってもかなって思ったんで、まあまあまあ、マサカリさんからするとそんなに違和感のある行動ではなかったとい う, いい感じですか。そうですね、まあでも夏目先生ん、結局藤宮さん疑ってんだっけ。うん、疑ってる。停電の後の停電の後のクルーメイトっぽい行動ではないなっていう違和感っていうぐらいですね。うん、そんぐらい。じゃあ藤宮さん、マシカリさんがちょっとクルーメイト違うからね、藤宮さん違うからね、自分じゃないからね、藤宮さん。はい、夏目先生入れないでよ、絶対入れてないよ。え、誰知らない、知らない今あれか、死んでそうだな。死んでないのか。ピヤ！本当に合ってたんだ、すごい。映ってないだろうしな。あれ、死体の前を素通りして出てくるマシャカリさんとウェポンの、カフェティアの入り口ですれ違いました。まあこれはちょっとサントスさん、あ、ちょっと、はいはいはい、ちょっとどういうことや。ちょっとあの俺のターボ喋らせてください。ちょっとサントスさん、はい、巧妙すぎませんか、やってることが。ん、どういうこと。まあ僕に罪を着せといて、で僕が来た瞬間にサントスさんが目の前にいてポンって鳴らしたんですよ。ん、じゃあマシャカリさんの行動、ウェポンまでに行くまでの行動を教えてください。僕シールドからナビゲーション行ってウェポン行きました。まや、え、でそもそもそれだったらサントスさんが殺してるの見てるくね。ん、ん、それは見れないよ。あれ、マシャカリさんはそのウェポンの中で佇んでるサントス死体を見たってことですか。そうそう、ちょっと入れてこい。その時のマサカリさんどこにいました。ウェポンの中ですか。おい、ちょっと何笑ってるんですか。ちょっと待って、ちょっと高田さん笑いすぎじゃないですか。みんなうすうすマサカリさんだと思いながら話聞いてると思う。え、ごめんなさい、僕一個聞きたいんですけど、高田さんって最後どっからカフェ入りました。どっからカフェ、アッパーエンジン側。あ、アッパーエンジンですか。あ、全然、じゃあ大丈夫です。マサカリさんの最終位置ってど、マサカリさんの最終位置だけ聞かせてもらっていいですか。ウェポンズ、ウェポンズ、ウェポンズです。あー、了解です。死体位置はウェポンのどこら辺ですか、具体的に。あの、チュンチュンのあたり、チュンチュンやってるところ、チュンチュンの左あたり、うん、あー、じゃあ砂亀情報とします、アドミンでウェポンが3になった時はなかったです。なるほど。あー、砂亀さんとサントスさんね。厳しいって、厳しいよ。いや、うまいな今の。なるほど、マサカリさん厳しいって。マサカリさん、ねえねえ、あ、村の方に確認しますが、あの、押しても、うん、押してローラーしていただいても大丈夫ですけど、押しましょうか。いや、任せ、いや大丈夫です。さすがにウェポンが、あ、分かりました。なかった。ちなみに、じゃあ押さないでおきます。僕も見てました。おいおい、どういうことや。サンロウイルちゃん、マサカリさん、みんなインポスター。
釣られちまった悲しみに。ごめんなさい、はい、ちょっと先端さんの死体の話をしたかったんですけど。そうです、ね、確かに先端さんとはマジで会ってないですね、僕直前までアドミン見ててリアクターが1だったんでリアクターかなって思ったんですけど、誰かリアクターって言いました？リアクターってない、ちょっとこう言ってる途中でなったんで。ああ、リアクターには僕と藤宮さんでいたはず。最後、最後ですよね。あ、そうなんですか。最後、そうですね、直前は1人だったんで。レポート直前ってことですよね、多分。あ、そうですね、レポートの前くらいです、ね。黒川がいます。そうですね、2人いました。あ、じゃあリアクターじゃない。確かエレクトリカルあたりで、でも結構その日の最初のうちにあったんで。あ、そうですね、あ、そうですね、センターさんいましたね。エレクトリカルにいたのは覚えてるけど、その後ただだいぶ最初だったんで、それってビーってなるよりもかなり時間前なんで、とりあえず白浮きを先にほどやしておきたくて、まさかりさんのことを最初にして指摘した人って誰でしたっけ？サントスさんでしたっけ？サントスさん、はい、っていうか、まあ、サントスさんとまさかりさんがもう完全に対抗した感じです、はい、指摘というか。だからもうサントスさんはいいくて、まあ、夏目さんも、まあ、フォロー、サントスさん、まさかりさんを貶める発言をしてたから比較的白だと思っているので、これ以外から行きたいなって。でも自分黒川クロムさん怪しいと思う。あ、いや、まあいいんですよ、別に夏目先生は別に怪しい。僕目線の話、砂染さんアドミンにずっといたの見てるんで、そのさっきニキル入ってるんで、はい、砂染さんは僕目線結構白いかなって、うん、はい、最後のサントス側じゃないっていうのを証明したのも砂染さんなので、一応そこでも補足はできるかなと思います。じゃあもうほぼ藤宮さんと、あ、で、あと、ごめんなさい、あ、どうぞ。夏目が初動に疑ってた人って誰だっけ？僕で、藤宮さん。さん、あ、じゃあ俺も藤宮かなって思っちゃう。いや、あ、そんな、ね、高宮さん電気解除しに行かなかっただけで。クロム藤宮で移動しましょうか。クロム藤宮そこで。センターさんの位置が分かんないんだよな。まさかりとのつながりが藤宮じゃねって。なんか、まあ、なんかあの時、一日目口裏合わせてるように見えなかった。いや、そうそうそう。藤宮で動きます、とりあえず。近づかないでください。近づかないで。近づかないで。センターさん目撃されてなかったな、誰にも。まさかりさんが最初白くないですね。まさかりさん、これ来るとこだ。鳴ってる時言ってんだ。いやー、漫画室面白いね。いや、最近さ、なんか漫画室に興味持ったみたいな人とかがツイッターで結構ねいらっしゃるみたいで、ありがたいね。最近見始めた方とかいますか？僕の配信とか。ありがたいね。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もよろしく。あ、今日定期コメント流してねえや。なんだっけ、まあ、参加者さんがね、後からこのコメントね見る可能性十分ありますので、まあ、ご配慮いただいて、誰が見ても快適なコメント欄を目指しましょう。あとね、最初にも言いましたけど、他視点のね情報を持ち込んじゃうと、それを見るだけで、ね、泣いちゃう人もいますので、はい、とにかく他情報は出さないでお願いします。基本的にあと、まあ、会話をねしないでくださいね。コメント同士で質問とかはね答えてくださって大丈夫なんですけど、とかっていうか、質問だけ、質問に限り答えてくださって大丈夫なんですけど。うぅ、それ以外は基本的にもう透明人間バグなんで、他の人のコメントは見えないという形でお願いします。あー、これ見つかんないね。これね、見つかりませんね。いいキルだ、うまいね。僕のキルもうまかったし。
切りペースはマシカリさんと。はい。皆さんか。はい。はい。あれ。何が起こったんですか。死んでたのはサントスさんじゃないですか。死んでたのはサントスさんで、二人ってさ、はい、ずっと一緒にいました。黒川クラブ藤宮、停電、どこで死体見つけたかによって、はい、基本的にはずっと一緒にいたんですけど、ね、停電になったタイミングにカフェテリアストレージあたりではぐれて、カフェテリアからエレクトリカルに向かう段階で離れているので、そこら辺に死体があったら絶対にないとは言い切れない。死体の発見場所がアドミンです。で、アドミンのちょっと入り口より、アドミンの入り口よりです。で、今の発言を黒川くるまさんが、あ、でもそれは太鼓も知ってる話だから別にか。まあ、ただそこではぐれたっていう証言が白く見えちゃった、今感覚的に。まあ、ただ、まあ、藤宮さんが先にちょっと感覚すぎる。あとアドミンの先でしょ、うん、アドミンの入り口だったら藤宮さんが先に行ったとしたら、もし藤宮さんがこの入り口だったらリポートが光るはずだから、黒川クロムの、もし藤宮さんがそのタイム先先行してたのは藤宮さんなんで、はい、だから藤宮さんじゃない気しちゃったけどな。あの、カフェテリアで、あの停電が起こった時にウェポンから3人降りてきて、逆に私がウェポンに向かってたのって記憶、誰か見てますかね。僕は見てないですね。で、その時に確かクロム君とあと高田さんもいた気がするんだよな。多分藤宮、クロム、高田がウェポンからストレージに降りて停電直しに行ってるような感じのすれ違い方をした記憶があるんで、もしもサントスさんがアドミン入り口で殺されてるんだったら、まあその3人のうちがすれ違いでやったように私からは見えてしまいます。あれもアルマ目線は高田さん強いっす。藤宮さんとりあえず次ついてったんで、今度俺についてきてもらっていいですか。ああ、分かりました。アルマさん、高田さん白いのちょっと本気言ってもらっていいですか。さっきの先端さんと誰でしたっけ、ちょっと誰かボタン押してほしいっす。まあ、いや、もうタスク勝ちです。終わり、そうなんで。あ、終わります。タスク勝ちで。タスク勝ちです。了解です。なんで、ついてきてください。確信してんのか。タスクもうちょい増やしたらいいね。せ殺せ。ああ。もうちょいいける？もし。殺せ。何してんだこの人。何してんだこの人。瞬間ありました。あ、ナイスです。さあ、今の面白いな。素晴らしい。いや、惜しかったね。と夏目先生怖すぎよ。最初から当たってたから記憶にしたいってやがって。いやよかった。さあ、てか1日目誰も殺してないのに2人絞れてたじゃないですか。いや、だからもう、ね、終わってましたね。顔は収めてましたよ。あ、終わったと思って。あ、しかも高田先生何の思考もせずに初手入れなかった。いや、だってもう初手のエレクトリカルのあれからもうマシャカリとあと藤宮と藤原先生からもう俺は放送でこの2路しかないっつって。切るタイミングはまあまあ良かったと思うんだけどな。めちゃめちゃ良かった。いや、センターさんの下位置全然分かんなかったな。どこでしたんですか。コミュニケーション上らへんですね。あ、コミュニケーションか。絶対でしたよ。サントスさん戻ってきた瞬間終わったって。いや、戻ってきたっていうか普通にアドミン見せて、ん、怪しくねって見に行って死体の上堂々と踏みつけていく人いるから何やってるんですか。僕ですね。ウェポンが3になる瞬間なかったんですよね。だから、まあ、サントスさんが言ってることは整合性取れるなっていう。砂染さんが裏取りしてくれたのが強かったですね。ローラーまでしなくてよかったので。朝刈さんが言ってるのが真実だとしたら、ウェポンが3になるはずなんで、うん、っていうのが。あ、なるほどね。あ、うん、